横関健吾のシャルマンズルーム。二人がむつまじくいるためには愚かである方がいい、立派すぎない方がいい。立派すぎることは長持ちしないことだと気づいている方がいい。完璧を目指さない方がいい。完璧なんて不自然なことだと嘘吹いている方がいい。二人のうちどちらかがふざけている方がいい。ずっこけている方がいい。互いに非難することがあっても、非難できる資格が自分にあったかどうか、後で疑わしくなる方がいい。正しいことを言うときは、少し控えめにする方がいい。正しいことを言うときは、相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい。立派でありたいとか、正しくありたいとかいう無理な緊張には色目を使わず、ゆったり豊かに光を浴びている方がいい。健康で風に吹かれながら生きていることの懐かしさにふと胸が熱くなる。そんな日があってもいい。そしてなぜ胸が熱くなるのか、黙っていても二人にはわかるのであってほしい。ということで始まりました、横関健吾のシャルマンズルームはい、ということで始まりました、横関健吾の、シャルマンズルームでございます。皆様こんにちは、横関健吾でございます。はい、先ほどですね、読ませていただいた一文は祝婚歌、こちら吉野博さんの一文でございました。こちらですね、よく結婚式などで新婦の上司だったり新郎の上司が朗読するっていうのが定番になっている一節なんですけれども、非常にいい詩ですよね。こう夫婦になって、お互いがどういうふうに、お互いを見て、向き合って結婚生活を続けていくかというような、内容になってますね。いい話ですね。すごくそれでちょっと読ませていただいたんですね。最近ちょっと結婚式もですね、ちょっとコロナの影響でどんどん件数が少なくなってきたりしてて、僕も実は職業ね、俳優もやりながらも結婚式のこうビデオ撮影なんかをやってたりもするんですね。で最近ちょっと件数も減ってきて、ちょっとどうしたもんかなとかって思ってるんですけれども、そんな中でこの一文がですね、すごく印象に残ってて、結構読まれるんです。でちょっと印象に残ってたんで読ませていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、ということで、話を変えていきますけれども、今前回先週になるのかな、ちょっと分かんないけど、前回、放送した内容で、ダイエット企画とかって言ったんですけども、今現状まだ何も始めてなくてですね、もう何やってんだって話なんですけども、とりあえず筋トレはほぼやってないですね。まずいいんですいいんです。さっきというか前回も言わせてもらったと思うんですけども、40代なんてもうこんなもんです。なかなかこうストイックに筋トレするぞってすぐ始められるもんじゃないんです。40代の皆様大丈夫です。ゆっくりでいいんですゆっくりとは始めていきましょうということで、やったらいいんじゃないですか。ということで、私今ちょっとね、始めたのがまずはここ1週間ぐらい経ったんですね、前回からね。一応2リットルないし3リットルの水分を取る、水を取るっていうのは今徹底してます。おかげさまで、すごくトイレも近いんですけれども、なかなかね、結構ね、肌ツヤが良くなってきた感じは今ちょっとしてます。プルプルって感じプルプルって感じしてますね。で、こっからちょっと今筋トレを入れていきたいんですけども、ちょっとね、正直なところやる気が起きないとなんかあったらいいのかな。なんかこう、例えばこうね、ボクサーの役ですとか、あったらいいんだろうか。いや、そんなこと
そう言い訳ですね。はい、頑張ります。実はね、僕アプリ入れたんですよ。アスケンっていうアプリ、皆さんご存知ですか？アスケン、これ体重と体脂肪となんか睡眠時間だったりとか、まず入力して、でその後に朝食何食べたとか、結構ね細かく入力すると結構出てくるんですけど、例えばで言うと、昨日プロテイン、ザバスのプロテインのココア味っていうのを飲んだんですね。でそれも、出るのかなと思って検索かけたら出てきて、で1食分いくらだとかって、カロリーこんだけだとかっていうのがあって、で昼食ちょっと僕お弁当作ったんですけども、例えばこの日例の牛肉コロッケこんだけだよとか、鶏つくね串これケース冷凍食品なんですけどこんだけだよとかっていうのが結構、ね、はっきりとカロリー出してくれるっていう優れたアプリでございまして、これをちょっと活用してですね、やっていこうかなと思ってます。でなんかね、昼夜、朝っていう、こうアドバイスをこう残してくれてるんですね。でちなみに、昨日の、シャルさん、僕ペンネームシャルさんって入れてるんですけど、シャルさんのアドバイスをお伝えします。シャルさんの健康指数は49点です。残り100点満点中49点ですって言って、全然ね、なんかね、食事量は足りてますか？ちょっとやっぱりこう節制しすぎたようで、摂取カロリーが不足気味のようですので、ちょっと栄養素が豊富な食材をプラスしてみてはいかがでしょうか、なんていうのが出るアプリでございます。これを使ってですね、今後ともちょっとダイエットを引き続き進めていきたいなと思っております。はい。で、今回のテーマはですね、まさに声ということで、映像を映さずに私の声だけで今撮らせていただいているんですけれども、今ちょっとねこれ言っちゃ言ってもいいか、家で、ちょっと1杯2杯ねやっつけながら今収録ちょっとしてみようかなと思ってやったんですけど、やっぱ声荒れてますね。声がガラガラだなと思って。で昔はなんかね、いろんな人から、あれ天国の、あ天国って言われて、横瀬くんの声なんか眠たくなるよねってよく言われたんですよね。あ、眠たくなるの、ね、そうかな、結構張りのある声だと思ったんですけど、いやそうじゃなくて、ずっと声聞いてるなんか安心感あるよね、安心感あるよねって言われたんですね。あ、そうか、自分の声ってあんまりこう聞くことないじゃないですか。僕もこの収録を始めてようやくなんか自分で自分の声をマジマジと聞くっていう機会を得たんで、あ、自分ってこんな声してんだ、なんかかっこ悪い声してんなとか言ってもう久しぶりに思いました。なんかいろいろ昔なんか声優のね、アニメだったりとか洋画の機械だったりとかっていうのは一応聞いてましたけど、なんかその時でも恥ずかしいからほぼ聞かなかったんですよ、ちゃんとね。あの時ちゃんと聞いてりゃよかったなって 今だからこそ思うんですけど、こうやって自分で改めて何回も聞き直すわけですよ。これ何回も聞き直した、ここダメだなとか、ね、次に生かそうって、これあくまでこのトークスキルを鍛えるっていう、コーナーですから、何回も聞くんですよ。あ、ダメだな、下手くそだなと思いながら、いいんです、始めたばっかですからいいんですけど、あ、自分ってこんな声してんだって改めて思いました。なので、今ちょっと声ね、夜も10近くなってきたんでちょっと静かに喋ってますけど、意外とこのささやきボイスが眠たくなる声をしてるっていう特徴があるらしいので、ちょっとね、今度は皆様によく眠たくなるような、なんか声の朗読をできたらいいなと思って今計画中でございます。これはどうなるかっていうのは次回お楽しみにしていただければと思います。はい、ということで何の話やねんっていう取り留めもない話をね、延々と話させていただきましたけれども、こういう感じでゆったりとね、自分のペースで、くだらない話をだらだらと続けていければいいなと思っております。次はちゃんとテーマ考えてテーマ考えてしっかりと、お伝えできるように頑張りたいと思います。ということで、はい、横瀬健吾でした。じゃあねー。